まあ、細かいことだをしていきますけれども、はい、構えてください。はい、はい、まだねテイクバックのここがちょっと大きいんですよ、うん、もうちょっと、そうそうそう、で大きいとどうなるかってこうなる、こうか、こうなる、これ非常に良くなくて、だからここでこれ皆さん猛烈に抗議というか、わーそにゃーというかも分かりませんが、皆さんが思っている意味と、全く違うので、ああなるほどと思うところからあれば見てください。やっぱりこうね入るんじゃなくて、左肩はやっぱり上持っていきたいと思えば、関節をやっぱりこうこういう風に使う方がいいんです。これがこうなってしまうと左肩下がってしまう。そう。イメージは左肩を、はい、上に持っていく。そうそう。その時にこう。こういうイメージ。そしたら皆さん、結果的に、はい、フェースはスクエアになってきますよ。こうなるとシャットになりますか。はい。左肩を上げて、はい、そうそうそう。で、これももっと体つけて、そうそうそう。これでいいです。でコックはもう全然しないで、そうそうそう、向きだけってこと、向きだけ、もうほんまにもうこう、こんな感じ、こんな感じ、はい、そうそうそう、小さく、そう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 、逆に本当に飛距離と精度っていう力をこうグッと大きくじゃなくて、ためてためて小さく小さくの方が反発してバーンとくる力が大きいので、そうで小さくっていうイメージの方が長いクラブの時にバーンとそのまま結果出ますよね。はい、落ちる、そう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 、そうそう、だから力がグッと上がってきた時に手と体が離れてるとこうなるわけ、必ず力をグッともらった時には体全体で受け止めるんで、その時にやっぱり手とグラフは体に近い方がいいわけですよね。そうすると体から手とグラフがガーンと離れていくことも全然なくなりますし、ちょっと今までのこうクラブを使ってボールをパターンと打つっていうややこしいイメージはもうなくなります。 OK、 はい、じゃあちょっとこれで、まあ、はい、6番いきましょうか。いつも、同じことでクラブが長くなっても同じ感じでいけるか、はい、これ体から手が離れていくっていうイメージだとになってしまってたら、長くなった時点で同じようには絶対打てない。まあまあ後ろから見てもらってても同じような感じで打ててると思います。OK、 パワー出すときはここでこうですね。
今のはカンパンって言った時にもう上に持って上にグッと持っていかれたからもう引っ張り戻すしかない。しっかりこう圧をこう上に持っていかれないように、はい、そうですね。ちょっと手首が本当にこうあんまり入りすぎてることで左肩がグッと下がって頭前に出てる人もいるかと思うんで、ね、あくまでこうするということよりも左肩をグッと上げるときに、手首はどうだという考え方でいいと思います。はい、あと皆さんもう一つすごいポイントとしてはこれもなんだそれってなるかも分かりませんが、はい、構えてください、はい、これうちのポイントですけど、はい、バックスイングして、はい、ストップ、はい、こう入った時に絶対にこの親指の上にクラブが乗らない。このまま言ってください、はいはい、絶対親指の上にクラブというかこのグリップが絶対乗らない。これこうやると親指に乗ってます、ね、でこうやっても親指に乗ってます。親指の上に絶対乗らない。これはもう絶対スカスカ、これがポイントです。スカスカです。親指で絶対にクラブを扱えない。はい、もう一応親指が本当になくなるとほんまに手で操作しなくなりますから、そうするとなんとかこう体の使い方が分かってくるんですね。はい、いいと思います。じゃあ今度はスリーウッドスプーンでいきましょう、はい、これはねやっぱりみんな直打ちね、ボールが直接ありますからフリーに打たなあかんと思うからどうしてもこうクッと、ね、手でいってしまいやすい。それが、はい、フリーにいけるかどうか。左肩小さく OK、 いいでしょう。はい、いいでしょう。手でグッてやるものがないからそのままスッと抜けるともう全然球が曲がったりとか、あとこう手に力が入らないのでクラブがスッと抜けます。あとはこういったらここからまだ癖でちょっとこうちょっと行きたくなるから手は感覚として手は上行くんやけど手は自分で上げてる感じはなく自分が落ちたことによってクラブが後ろにグググググって引っ張られる方。そうそう、ベストはね、まあ、下ろすぐらいなら上げろって言いましたけど、いや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 もう絶対下ろさないってなったらそこがストーンと抜けるイメージで上にクラブがギュッと引っ張られる感じでいいと思います。これ今ちょっとダフったんですけど、これ手で下ろしてないからもう全然まっすぐ行きましたね。OK、 いいと思います。ぜひ皆さんもこのポイントよろしければ参考にしてください。それではまた。